統合進歩党は韓国にかつて存在した左派政党。2014年12月19日に大韓民国憲法裁判所に強制解散を宣告され、中央選挙管理委員会に政党登録を抹消された。略称は進歩党や党進党と称するのが一般的である。2011年12月5日、左派政党である民主労働党 2012年末に行われる大統領選挙の前哨戦となった4月の総選挙では最大野党である民主党合党と選挙協力を実施、与党、セヌギ党の不毛地帯である全田道を除いた地域区で統一候補を擁立して戦った結果、13議席を獲得した。しかし選挙後に比例代表候補選出不正疑惑が発覚、不正選挙を否定する。 党権派と不正選挙を認め刷新を求める、非党権派が激しく対立、中央委員会が党権派党員によって妨害されて、中断に追い込まれる事態に陥った。その後、非党権派と党権派が共に非常対策委員会を組織する事態となり、統合進歩党は事実上の分裂状態になった。指導部選挙は、インターネット投票と現場投票及び、 モバイル投票で25日から28日まで行われる予定であったが、インターネット投票初日からサーバーに技術的障害が発生したため中断された。改めて7月9日から14日にかけ、オンライン投票と現場投票、アルスモバイル投票で、党指導部選出選挙が行われた結果、新党権派の今はじめ候補が旧党権派の候補を大差で破って当選。 最高委員も新党権派が多数を占めた。しかし、旧党権派議員の除名が否決されたことをきっかけに、離党者が続出、新党権派は党を解散した上で、党刷新に反対する旧党権派を排除した新たな政党を結成する方針を固めた。党債権に向けた旧党権派との交渉が不調に終わったことを受け、共代表は9月6日に党の分党を宣言した。 これにより、分党に向けた手続きが取られることになったため、新歩党は、党結成から1年も経たずに分裂することになった。新党県派、議員4名の自発的除名、今日はじめ公代表離党、県栄基地、千栄前民道党代表の離党など、議員や、党重要幹部の離党が相次いだほか、旧三与党系の党員7000名余りも、集団離党した。一方、 旧統権派は、新党権派関係者の離党が相次いだことを受け、緊急党大会の開催を決定するなど、党の再整備に乗り出した。9月16日に臨時党大会が行われ、官僚議前継承南道副知事を、非常対策委員長に任命、10月20日までに大統領候補を選出することを決定した。10月15日から5日間行われた、 党内選挙の結果、65%弱の支持を得た、利ただし姫前共同代表を進歩党の大統領候補に選出した。しかし、投票日を目前に控えた12月16日、国民が望む政権交代を実現するためとして立候補を辞退した。2013年2月18日から22日にかけて行われた当職者選挙の結果、 リタダシヒメマエ共同代表が投票した、選挙権者の9割以上の賛成を得て新たな党代表に選出された。2014年12月19日、大韓民国憲法裁判所の審判により、統合新歩党は、新北民主的基本秩序に反する政党と判断され、強制解散の決定を下された。同党は即刻解散し、 所属の大韓民国国会議員5名は議員の資格を喪失した。同日、大韓民国の中央選挙管理委員会は、この解散宣告を受け、同党の政党登録を抹消した。2016年2月に結成された民衆連合党には、統合新歩党の元議員や関係者が多数参加しており、事実上の後継政党とされている。2016年2月、 産経新聞は日本にある朝鮮大学校の元幹部が北朝鮮本国の指示のもと統合進歩党や前身の民主労働党を支援していたと報道した。2011年6月1日、進歩政治大統合と新しい進歩政党建設のための進歩陣営代表者連席会議の場において2008年に分裂した民労党と進歩新党が再結合して新たな 統合新保政党を建設することに合意した。しかし、9月4日に行われた、新保新党の党大会で、新設合党案件への賛成票が、成立要件に必要な3分の2に満たず否決され、統合は白紙に戻った。10月26日のソウル市長補選以後、民労党と三与党及び、新保新党を離党したシム解散が、結成した、合連帯による、 統合論議が進められた。そして11月20日、民労党と参与党及び統合連帯の三者による統合新党の結成に合意し、総選挙前までは各党派から一人ずつ参加する三人代表制で運営することも決められた。統合政党の党名は党員と国民の世論調査の結果、統合新党とすることで決定し、 各党の党大会における合わせ党手続きを経て、12月5日に、3党は、統合を公式宣言して、統合進歩党が発足した。略称に関し、党役員などは、進歩党を用いていたが、この略称について、韓国の中央選挙管理委員会は、進歩進党と混同する恐れがあると指摘したほか、進歩進党からも、透明度略称について、 進歩政治勢力をすべて統合したような党明を決めたのは政治的道義に反すると反発の声が上がった。総選挙後、政党支持2%未満の政党は自動的に解散される政党法の規定に基づいて、進歩新党が解散されたことを受け、党明を統合進歩党から進歩党に改める方針を明らかにしたが、元民労党の党員が、 新歩党結成準備委員会の登録申請を中央戦艦に行い5月9日に登録されたことで透明解消は不可能となったしかし結成準備委員会が11月8日に自主解散したことを受け翌9日に新歩党の略称届出を中央戦艦に行い受理されたなお一部メディアでは答申党の略称を使用する場合もある 国の主権確立福祉国家建設官半島平和と統一力職生態社会建設館国政治改革第19代総選挙における野党統一候補を決定するため電話世論調査形式による予備選が3月17日と翌18日に行われ総留士官学校図では利忠氏姫代表が勝利し野党統一候補となったしかし予備選で敗れた 民主党議員側から理正し姫代表のスタッフが世論調査結果を入手し、支持者に対して年齢を偽って回答するように指示したとの疑惑が提起され、無所属出馬を表明する事態となった。疑惑に対してリ代表は当初再予備選を提案し、民主党側から求められていた候補者辞任を拒否した。しかし、辞任を拒否するリ代表に対する批判は強まり、

党員を対象にインターネット投票と現場投票の結果を合算する方式で行われた。しかし、選挙人名簿より投票者が多い投票所が7カ所も存在した事実や名簿の氏名と投票者氏名が一致しないなどの問題点が続出、名簿会となった候補から不正選挙疑惑が提起されたが、党の選管は総選挙以降に真相究明委員会を立ち上げるとして、 訴えを棄却した。予備選の結果、新歩党の候補者名簿は、主流派である民労党出身者が上位を占め、参与党出身候補者は、下位となった。総選挙後、インターネット投票のソースコードを、民労党関係者の指示で閲覧した事実、現場投票における投票箱の管理不備、代理投票や二重投票など、インターネット投票と現場投票の両方で不正が、 行われた疑惑が公式に提起され、比例代表で当選した、当県派候補の辞任を求める声が上がった。疑惑を調査するために設けられた、調査委員会は5月3日、予備選挙において同一 IP アドレスからの複数、オンライン投票、代理投票や、幽霊投票などの不正が行われた事実を認めた。翌4日には、比例代表当選者の一人が、 党内不正選挙の責任を取るとして、辞任を発表し他の当選者にも辞任を呼びかけ、党内でも予備選に参加した、比例代表候補の辞任を求める声が強まった。こうした動きに対し、党権派の事実上のトップで、景気党部連合の一員と目される、利忠氏姫代表は5月4日の全国運営委員会の場で、新総調査委員会の報告について、 変更的で不十分な真相調査で党員を侮辱しているとして批判、党内で上がっている党代表辞任要求に対しても即刻辞職は正しくないとしてこれを拒否した。党内ではあくまで不正選挙を否定する主流派と不正選挙を認め刷新を求める非主流派との間で対立が強まり全国運営委員会は党権派の党員と学生によって混乱状態に陥った。 そして非常対策委員会の設置と、党刷新案を討議するため12日に行われた、中央委員会は、主流派の党員が非主流派の劉事民や長春後、代表などに暴行を加え、会議を妨害する事態が発生したため中断される、事態に陥った。主流派による暴力事態にまで陥った、新歩党の内紛に対し、韓国の新歩は死んだと批判するコメントが知識人から、 寄せられたほか、4月総選挙で選挙協力をした最大野党である民主党からも、こうした状態で国民の心がつかめるのか、野党権全体の同伴墜落をもたらしているなど、批判的意見が相次ぎ、12月に予定されている大統領選挙を前にして、両党の連帯に亀裂が生じる事態となった。また、新党の最大支持母体である民主労務者のキムヨンフン委員長は、 物理的な暴力自体は、いかなる状況でも正当化できない行為であり、民主労部佐はこれを支持しないと批判するコメントを発表、党中央委員会の前日11日に行われた、民主労総中央執行委員会で、党共同代表団と予備選比例候補、総辞職要求、民主労総所属比例候補の辞任、支持撤回を含めた党との関係を根本的に、 再確立することを胸とした現統合進歩党に対する私たちの立場を発表した。また、4月総選挙で民主労総関係者が比例代表名簿から排除されるなど労働者の利益を代弁できない状況に対する不満から労組内部では進歩党に代わる新たな労働者政党を結成する動きも強まっており、7月12日には 民主労働部差の最大産別組合である全国、金属労働組合の委員長が離党届を提出した。中央委員会は主流派党員の妨害で中断されたことを受け、電子会議による中央委員会が13日から14日にかけて行われ、中央委員を対象にしたオンライン投票で、今日初め公前民労党代表を委員長とする革新非庁対策委員会の設置と、 当作死案を賛成多数で通過させた。革新非対位は5月15日、比例代表候補14名に辞退を求めるとともに、辞退しない場合は、必要な措置を取ることを表明したが、主流派は、このような決定は、受け入れられないとして強く反発している。革新非対位の決定に反発する旧、統憲派は20日、独自に党員非常対策委員会を発足させる、ことを発表した。 党員非退位を発足させた理由について、比例代表候補を選ぶ、党内選挙に不正があったとする調査結果は、事実に反し、党員の無実を証明するために、新しい非常対策委員会を設けたと述べた。党が事実上の分裂状態に陥った、最中の5月21日、検察は、総選挙比例代表候補、選出不正疑惑事件捜査のため進歩党の、 中央当社に家宅捜索を実施22日明け方に党員名簿が収納されているサーバーなどを押収した。家宅捜索に対し党所属議員や党員がサーバー押収を阻止しようとして警官隊と衝突、革新機体位と党員機体位側の双方、また党員非対位の報道担当者は革新機体側の幹部が警察を中に入れた。 都を兼レ連合の真相調査報告が検察による家宅捜索の口実になったとして、検察による新保党への捜索責任を事実上確信非対意義側に転嫁する姿勢を示した。不正疑惑で混乱状態に陥っている新保党の状況に対し、4月総選挙で共闘を行った最大野党である民主党の牧佐都市元院内代表は5月23日に行われた。 政党代表演説で統合進歩党がこれ以上国民の意思に背くようならもはや両党が連帯を組む意味がなくなってしまうとして懸念を示し国民の常識に見合った事態収集を求めた。革新非対位は予備選で選出した比例代表候補者全員に辞任を求めたのに対し、旧統権派と目される当選者3名は辞任を拒否する姿勢をとっており、 革新非対位の今日はじめ公委員長は22日に行われた非対位会議の中で候補辞任をしない場合、当助名も視野に入れた議論を行うことを明らかにした。こうした革新非対位による辞任要求に対し党員非対位側は23日、検察の公安弾圧で党の命運が風前の投下の危機に処しているのに内部対立激化の処置を取るべきではないと事実上。 拒否する姿勢を示した。比例代表予備選不正疑惑に橋を発した新歩党自体は野党連帯に対する国民の否定的な認識を強める結果にもつながっている。新聞社と世論調査機関が共同で実施した定期世論調査の結果、野党県連帯に反対する人は61.1%に達し、新歩党自体が起こる前の4月21日に実施した。 世論調査で肯定的評価が否定的評価を上回ったのと対照的な結果となった。また政党支持率でもセヌギ党が支持を伸ばす一方で民主党と進歩党が共に支持を減らす厳しい結果になった。5月29日、比例代表候補9名とリュウジ・ビンゼン代表の10名は中央選管に候補者を辞任する胸の届けを提出した。革新期待では 党内予備選選出の比例代表候補14名を辞退させる方針を明らかにしている。しかし当選者2名と候補者2名は辞任を拒否しているため、党では除名も含めた懲戒処分の手続きに入った。こうした事態に対し保守系政党である、セヌリ党は不正選挙に関与し、十北派と目される当選者2名を国会で除名する法案を民主党に対して行った。 民主党も30日に、僕非対委員長が、李鈴木と金在権の両氏が自発的に議員辞職しない場合、国会資格審査を通じて議員職を剥奪することもあり得ると述べ、二人の議員辞職に積極的に動く意向を示した。6月6日、ソウル市党党議委員会は、中央委員会からの候補者辞任勧告を拒否していた。 比例代表議員2名を含む候補者4名の除名を決定した。ただし、議員2名の除名については、政党法の規定により党所属国会議員13名の過半数の承認を必要とし、党所属議員のうち9、党権派が6名、非党権派が5名、態度を明らかにしていないのが2名となっている。7月26日に行われた議員談総会で、利息金、 ジェヨン両議員に対する除名案の採決が行われたが、賛成6票、無効1票、危険6票で否決された。除名案の否決は、共代表を中心とする指導部の指導力に傷をつけ、シム委員内代表以下委員内指導部3名が総辞職を表明した。また今回の事態によって民主労部差の支持基盤がさらに弱まる可能性も指摘されている。 新党権派における最大勢力である三与党系の竜二敏前共同代表は、進歩統合、野党権連帯、進歩的政権交代戦略は効力を創出した、として離党する、可能性を示唆したほか、除名否決に反発した三与党系党員も、大衆的進歩政党の実現は、現在の統合進歩党では実現できないとして、組織的行動を表明。 三河連合や、新保新党出身グループも旧統権派との決別が避けられないとの見方を示した。5月23日、革新非対位は、党改革に関する課題を話し合うため、統合新保党再生特別委員会を、革新非対位のもとに設置することを決めた。特別委員会の委員長に任命された僕音則は、党の価値やビジョン、政策路線を一から見直す。 南北関係や韓米関係についても過去の観点にとらわれているのではないかという批判を重く受け止めると語り、党の受北路線も含めた根本的な見直しを進めることを明らかにした。これにより路線をめぐる対立が今後本格化する可能性も指摘されている。特別委員会が行った討論会では自由が進歩政党の重要価値に、 位置づけなければならないとの主張が出されたほか、80年代における問題意識に対する革新議論、統権派の路線と銃北問題について活発な議論が展開された。特別委員会が18日に発表した当改革案では、北朝鮮の核開発への明確な反対、三大接種への批判と人権問題への対処など、これまで タブー視されてきた問題に対する明確。また、在韓米軍撤退と、韓米同盟解体についても、根本的に改める、必要性を打ち出した。この党改革案に対して、旧党権派の議員からは、民主党合党よりも後退し、セヌリ党と変わらない内容との批判が出た。党改革案は6月29日の党大会で、選出される時期指導部に委ねられることになるが、仮に、 旧統権派の候補が当選した場合、改革案の全面修正もしくは破棄される可能性も指摘されている。その後、新統権派が新歩党を離党したことを受け、再び統権を掌握した旧統権派は9月16日に開催した臨時党大会の決議で革新期待員による党改革案を全て無効化した。北朝鮮が3回目の核実験を強行したことに、 抗議するため、韓国国会は2月14日に本会議を開き、核実験を休断する決議案を出席議員185名の満場一致で採択した。休断決議案の採択に最終進歩等の議員6名は氷決をボイコットした。氷決に先立って行われた議員団総会では、大北朝鮮制裁にばかり言及し、国際協調や 軍事的備えばかりを列挙していることに懸念を表明するとして氷結に参加しないことを明らかにした。これに対して与党、セヌギ党のスポークスマンは統合新歩党の議員らは銃来た主義という疑いを受けるのに十分な行動を集団で言った。一体どこの国の国会議員なのかと新歩党議員の氷結ボイコットを批判する論評をした。8月28日 国家情報院は、李石器など進歩党幹部が内乱陰謀や国家保安法違反容疑で党関係者の自宅や事務所を家宅捜索するとともに幹部3人を逮捕した。国上院によると捜査対象となっている関係者は2012年総選挙で当選直後に国家保安法上の機関施設破壊などを防御したとされ、関係者自宅の捜索で示された令状では5月に ソウル某所で、党員約130名が集まって、秘密会合を行い、景気南部地域の通信施設と、石油施設の破壊を防御したと記されていたことが、関係者家族の話として伝えられている。これに対し、統合進歩党はスポークスマンを通じて、僕国政権が2013年版一新独裁体制を宣言した、思想論争と公安弾圧という、 錆びついた刀を抜いたとして、今回の容疑が、大統領選挙不正介入疑惑で窮地に陥った、僕ク,クネ大統領による弾圧であると批判した。また、内乱陰謀疑惑を受けている、理事審も29日に、国会で行われた、新ポトを最高会議に出席した場で、疑惑内容全体が、捏造をと主張し、元ビンラ乱ン事件の主犯である国家情報院が新ポト、 民主勢力を相手に、前代未聞の途方も内大弾圧を行っていると、国上院による捜査を批判するコメントを明らかにした。国上院は30日、新聞社を通じてリが内乱防御を図ったとされる2012年5月に行われた会合の録音を公開したが、これが内乱防御の決定的な証拠となるかについては、難しいとの見方も出ている。 2013年9月4日、国会割について出されていた逮捕同意案を可決。これを受けて、国上院は不逮捕特権を喪失した彼に対する婚姻状を執行。翌5日、内乱陰謀などの容疑で逮捕した。なお、同容疑によって現役国会議員が逮捕されたのは今回が初めてとなった。同月26日、検察は 李石器など4人を内乱陰謀の容疑で起訴した。起訴を受け、国会倫理特別委員会は11月28日に全体会議を開催、李石器に対する議員除名案を上提したが、最大野党である民主党などは、理議員の裁判が集結しておらず名分がないとして、案件調整委員会の構成を要求した。十一月十二日、内乱陰謀事件に関する初公判が、 水原地裁で行われ、李石器は基礎事実を全面的に否認。2014年2月16日、内乱陰謀などの容疑で起訴された、李石器などに対する判決公判が行われ、水原地裁は、李石器被告に対して、内乱容疑主体の総責任者であるとして、懲役12年、資格停止10年を言い渡した。有罪判決を受け、李石器が属する、進歩党は、 検察に続いて、司法府まで、僕国政権の永久執権野心の前で忠誠を誓ったとして、判決を批判。正義党も、司法府の歴史に汚点として記録される無理で不適切な判決として批判した。一方、民主党は、憲法の価値と民主主義の秩序を傷つける、いかなる行為に対しても妥協したり容認しないという、原則は揺るがないとする、胸のコメントを発表。 セヌィ党も裁判所の判決を尊重する内韓民国の成熟した法治主義を確認させる道しるべになることを希望するとして判決を支持する論評を発表した。被告側は判決を不服として控訴。7月28日にソウル高等法院で行われた控訴審決審公判で検察側は一審と同様に李被告に 懲役20年、資格停止10年を休刑。他の被告についても5人に懲役15年と資格停止10年、残る1人に懲役10年と資格停止5年を休刑した。8月11日に行われた控訴審判決において、ソウル高裁は李石器に対し懲役9年と資格停止7年の判決を言い渡した。控訴審では内乱陰謀罪については、 証拠不十分で、無罪、内乱扇動や国家保安法違反については、有罪とした。2013年9月6日、法務部は、時間直続の違憲政党、団体関連タスクフォースを設置し、自由民主主義秩序に反する政党や団体に対する、総合的な対策を作る作業を開始した。TF では、重機た問題の中心となってきた、進歩党に対する、 違憲性の有無判断、政党解散と所属議員除名に関する問題についても検討することにしている。11月5日、韓国政府は統合進歩党に対する違憲政党解散審判請求を憲法裁判所に提出した。憲法裁判所に政党解散審判請求を提出したのは今回が初めてであり、法務部は提出理由について 統合進歩等の目的と活動が民主的基本秩序に違反すると判断し、憲法裁判所にと、また民主的基本秩序に違反する判断した理由として、1、最高理念である進歩的民主主義が、かつて近日政が主張して北朝鮮の建国理念となったもので我が国の社会の根本的変化を企てる理念。に民主民主主義は、 働く者が主人公となる世の中を目標にしており、すべての国民が主権を持つという国民主権主義に反するの2点を挙げた。2014年1月から憲法裁判所で行われている審判過程では、新歩党の考慮が北朝鮮型社会主義を目指すものであるのか、具体的な危険性がなく、政党の目的が意見というだけで解散させることができるのかをめぐって、 政府と進歩党による攻防が行われた。最終弁論では、統合進歩党は、大韓民国を内部で崩壊させようという癌のような存在だ。これ以上、政党の解散という手術を躊躇してはいけない、北の指令で操縦されたことは、全くない。疑惑と推測だけで政党を解散してよいのか、国家の安保に問題がないよう、北に追従する、意見政党を解散させ、 大韓民国の自由民主主義を守らなければいけないと声を高めた。2014年12月19日、憲法裁判所が統合進歩党の解散命令を下した。これにより党党は即刻解散し、党所属の5人の大韓民国国会議員は失職した。この強制解散に新政治民主連合は憲法裁判所の決定は重く受け入れるが、 政党の自由が損なわれたことと批判。左派の団体などは政府のやり方は強権的だなどと反発している。ありがとうございます。